皆さんこんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。こういうここは建築家の人が話すところで俺なんかいいのかなって思ったんですけども、どうしても義理に絡んだ人もやってくれってことで、まあ、ある種ちょっと忙しいんですけど来ました。今朝早く飛騨を出まして、あんまりちょっと詳しく言っちゃいけないんですけども、一つオリンピック会場をやるということで、それもちょっとオリンピック会場の中でも天皇が通るところだ、そこのアイキャッチをやってくれるということで、その現場を見てきたんですけども、ちょっと圧倒されて、ここ俺に任せるのかっていうような感じで、かなりちょっとこう俺圧力かかったなっていう感じと、それとあとその後渋谷に行って、もう一つ別の物件、これは熊健吾さんからの物件ですけども、でそれの打ち合わせをして、ヘルメットをかぶって現場だから相当歩いたんで頭もくしゃくしゃですが、それでちょっと早く来て、ここに早く到着しすぎて迷惑がられた顔をちょっとされたんですけども、精一杯話したいと思いますので、どうもお願いします。僕は職人的な話になるかと思うんですけども、でも日本の建築についての思いというのは非常に強く自分の心の中にありますので、そういうのを、全く独学ですが、自分から見る日本みたいな視点もありますので、適当に自分の経験すべて言いますが、何か一つでも引っかかればあるように精一杯話したいなと思います。タイトルは何って言われたので、追われた進化っていうふうにじゃあつけといてって言ったんですけども、この追われた進化っていうのが僕のやっぱりキーワードです。で僕はですね、18で、熊本の方に修行に行ったんですけども、これが良かったなっていうふうに思います。というのは建築っていうのは今でこそもう鉄骨を立ててね、 PC 板とかプラスターボードとか、軽量鉄骨を立てて全部空間というのは打って貼って切って取り付けて、ステンレスガラス大理石、これでも建築ってできてます。でも九州の僕は逆に南の方に行ったことで、やっぱ九州って遅れてたんですね。だから僕が若い頃はやっぱり鉄筋コンクリート造、左官はモルタル金具で、外部は全部塗る、中も全部左官がメインっていうところで、これ基本的な左官技能を教えてもらったなっていうところがあります。で飛騨に戻りまして、僕はねどっちかというとこの今でこそ土壁のハザード周辺って言われてますけども、セメントのハザード周辺だったんですよ、ずっとそれでやってきた。いわゆる鉄筋コンクリート造を、きれいに仕上げるっていう、こうマシンみたいな高度成長期の左官の修行を僕はやってきたんですけども、飛騨に戻って30になった時にそれのもう究極の仕事物件が出ました。だから今からもう26年7年前になります。それがこのちょっともちろん電気落とすと嬉しいな、はい、はい、ちょっと青野さん、それはこの物件なんですけども、どうですかね、こっからここまで400メートルか500メートルくらいある敷地ですね。で今から27年前に総工費が400億で、僕ここの左官工事30歳で全部受けました。で4年間かかったんですけども、左官と石がメインでした。内装の仕上げがで、石はフランスのライムストーンという石ですね。ヤバシ大理石が僕のライバルで、あとは僕は左官工事で塗るんですけど、この建築関係全部塗るんですけど、これ宗教団体の美術館で、4年間で左官職人を1万8500人使いました。そのくらい左官工事があった。もう中も外も全部左官の塗り壁です。はい、もう一枚これですね。これ全部です。はい、これライムストーンですね。これは若い時の僕です。はい、ここにまた僕いますけども、はい、
この仕事を本当に命削るぐらいの気持ちで終えて、終えた時になんか心の中でですね、ああこれで俺のビルの坂が終わったなって思ったんですよね。というのはもうその頃東京はほとんどこういう左官の塗り壁をね、その1センチも2センチもあるような塗り壁ってのはもうなくなってました。その当時全部東京プラスターボードに便器が、こう左官の塗り壁はもうなくそうっていう社会ですね。なぜかというと湿式工法ですから。わかります、湿式工法って。要は水を使う仕事、現場でそれは不安定で、工期が読めなくて、でもう工程が複雑ですごい難しい建築として。だからもっとこう簡単に簡略的にやるように、もう東京はその頃もうほとんどこうプラスターボードを打つ、切って打って貼って打つ、まあ、建築に変わってたってのは僕は分かってたので、これが自分で最後だろうなっていうようなことがもう30でなんとなく直感しました。でなんかこうもっとこの職業で生きる方法ないのかなっていう時に、やっぱり文化歴史に回帰する、で自分の仕事の背景って何なのかなっていうことをまあ思った時に、千の利休があったんですね。左官工事には茶室がある、これ利休ですね。はい、はい、これ大安国宝ですね、これ全部土壁です。これがもう本当に美とされてる。もう一つ、はい、これはね京都大徳寺のサーンって茶室です。僕はねこっちの方がすごい壁だと実は思ってて、もうこの壁左官の壁の国宝だと思ってるんですけども、一度じっくり座らせて中に入らせてもらったことがあるんですけども、これどういうことかっていうと、これ200年ぐらい経ってるのかな、塗られて多分。で最初塗った時はねこの色だったんですよ、この壁は全部。これ今黒ずんでますけども全部この色だった、塗り上げた仕上げた時にはね。でところがこの左官はこの色の土壁で塗ってるんですけども、きっと100年後200年後にはこの土壁が湿度やそういうのを吸って土壁の鉄分が浮き出して黒ずんでくると、黒ずんできた時にきっと藁が浮き出てくるって読んでたんですね。要は200年後の姿を想定してこの壁に塗ってた。でなんでそれが言えるかっていうと、これ長すさ流しっていうんですよ。これ藁なんですよね。これ藁を塗り込んでこの土壁塗ってるんですけども、塗った時は同じ色だからほとんど分かんないんだけども、これがずっと土壁が呼吸する間に土の鉄分が浮き出してきて錆びてくるっていうんですよね。土壁は錆びてくるんですよ。鉄分が浮き出すのことを錆びるっていうんですけども、錆びて藁が浮き出してくる、藁の上の部分は錆びないんで。でこれ狙ってやってるなっていうのが分かるのは、この藁縦がほとんどないですよね。適当に塗ってたらこの藁のラインは全部立ってるのがあっていいはずなのに、みんな斜めか横になってるってことはこれ狙ってやってるんですよね。つまり100年とか200年後にこういうふうに浮き出てくるだろう、つまり笑って塗ってるっていうんですね。こういうこと、なんとなく笑わせてるよっていう。だから適当に塗ってたら絶対縦の、まあここに一発掘る気いるけどね、まあほとんどない。普通はもっとこうツン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 立ってて、まあそういう美意識があった。これ左官工事かと、すごいなやっぱこの左官屋っていう感じで、やっぱ左官って奥深いなっていうのは一つ思ったんですね。はい。で左官工事をずっと見ていくと、いろんな城は全部柱を立て竹を編み土をつけ、そして最後漆喰が塗られてる、まあ、つまりこういう持ち送りっていうんですけど、こういうのも全部塗ってるんですよね。それで漆喰を塗って仕上げられてる。つまり城は全部左官工事ですね。外壁が全部左官工事、これは左官工事かと、やっぱりすごいな、左官の仕事はっていうふうにちょっとこう背景として気づいていく、はい、うん、これは飛騨高山の吉島邸重要文化財ですけども、これも
やっぱり大工の柱があって坂の壁がある。これがやっぱり100年200年とこう錆びながら枯れながら今ものすごい空間空気を醸し出してますね、はい、これも坂の工事、はい、あとやっぱり日本といえばやっぱりいい造作大工がいて、まあ、例えばすき家とか言うんじゃなくていろんな地方にはいろんな和室を作るいい投げ塩を入れるいい留めをやる大工がいてそこに酒蔵が入って土壁を塗るというのは、まあ、やっぱり日本の美ですよね。あ、これも左官かと。で、例えば、ここの左官ですよね。ここの左官の壁の土壁に例えばいろんな顔料でやるんじゃなくて自然の土の色でやっている。はい、もう一枚。で、これはね、奈良法隆寺の半築塀ってやつです。奈良法隆寺の壁は柱を立てて、これどういうことになってるかというと、当時まず石山が土台作るでしょ。こうやって石、切り石を切って土台を作って柱を立てて、そして、多分、塀の根っこは1メーター50とかそのくらいあってだんだんこう増す台形になっていくんですけども、ここに土と砂と砂利を混ぜて一層一層土俵みたいに突き固めてこうどん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 こう上がっていくんですよね。こう突き固めて上がっていく、どん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 、そういう分厚い塀なんですよね。そうするとこの厚みはまた大体、7センチくらい突くと、ついた表面は圧力かかってますよね。で、7センチ下のところはあまり同じ圧力かかってる中でも圧力が弱い。そうするとこの下の部分から風化して風にこぼれて落ちていくと洗濯板みたいになるんですよね。これが自然に洗濯板みたいな肌になって、やっぱり世界があっと驚く、なんていう自然が仕上げたいい壁なんだってことで、日本ってすげえなってことになるんですよね。つまり時間が仕上げさせるってことを考えてやる。最初から考えてなかったかもわからないけども、それが日本では美に変わっていくっていうような感じですね。はい、これそうですね。これはあんまり風化してなくてちょっと錆びが出たとか、こういうこう自然の変化をもたらして美徳とするみたいな、そういうこう仕上げの目線っていうのがやっぱ日本にあった。はい、でこれはね、京都のね、京都の揚げ屋なんですけども、これどういう、これねちょっと面白いのね、新選組の刀傷らしいです。これ新選組が刀ズドッと刺した床柱にね、暴れて刺した跡らしいですけども、はい、もう一枚、はい、これはちょっと写真うまくないですけども、黒い砂壁に、貝の象眼でこれ盛んで塗ってあるんですね。砂と象眼、あ、これが左官工事なのかと。すごいことやってる。やっぱ日本ってのはこうなんていうか工芸的っていうか、そういうこうそういうことやっぱりなんかこう粋に何かこうワンポイントやるっていうか、そういうこう仕上げによって見せるっていうことを、まあそれはそうだよね。浮世絵だって被いてる歌舞伎の歌舞伎の被いてる駒送りのようなね、まるでこう抽象の駒送りみたいな人間の動きとか、ああいうのはなんか同じなんだな、盛んにもそんな被いてる世界があるんだなっていうふうにこうなんとなく分かりながらに感じるんですよね。はい、それで現場終わって僕は土壁やろうと思った。多分このまま工業的な盛んやったら俺終わるなっていう予感がして、で僕はやっぱり伝統に回帰してみようということで、まず何するかというと土探しなんですよね。土って買ってくるもんじゃないですよ、探してくるものですよね。例えば山の中入ったり川べりだったりいろんなところの土があって、その土を土地土地の職人が塗っている。だからエコロジカルカラー、まあ、例えば土の、でいうとね、滋賀の豪州城っていうんですよね。滋賀にはものすごいいい白土が出た、絵も言われぬ
微妙なアイボリーのかかったもう何とも言えん象牙っぽいような白の白土がいる。それが住宅に塗られて白土が滋賀には多いと。で飛騨はやっぱり赤土なんか多いんですよね。だからこう土地に行くと旅をすると左官工事で土地柄の大地の色が見えるっていうところが、まあ日本のこう職人のやってる素材でこう旅をする価値が分かってくるっていうか、あこここういう素材なんだ、やたら杉の柱の内だなとかね、例えばいぶし瓦なんだこの辺の土地はとかね、富山に行くと黒の釉薬のかかったあの高岡なんかね、壮観な瓦屋根の風景なんか見るとやっぱそこでね職人とか土地柄とか工法が見えてくる。それがやっぱり日本はやっぱり四季があるよみたいにね、地方地方の個性が強いみたいなね、ジパングって言われるだけのことがあるなって思うんですけど、で僕はまず飛騨で土を探した、はい、これ赤土です、これ自分で見つけたね、はい、これは僕がライフワークとなる青い土なんですけども、まあ紺色の土、こいつを見つけた時俺土に生きるって決めるぐらいのいい色です、はい。この爪の先について乾いた色なんですけど、これブルーのインクみたいな色でしょ、これが僕のいやもう土壁で生きてやろうと思うぐらいの出会いの素材ですね。素材が僕を決めたみたいなところがあります、はい。でこうやって集めていくとこのぐらい土の種類簡単にある、よくよく見て歩けば黄色もあればピンクもあれば白もあれば、まあこういうふうにいろんな色が自然が色彩してるんですよね、はい。でずっとまあ職人としてはっていうか日本としてはっていう感じでね、できるだけ自然素材で仕上げてやる、もう現代を拒否してるみたいなこう若い強気が自分の中にあって、とにかく顔料は使わない、絶対自分で探し出した色合いだけで俺の壁をやるっていうのが、まあ、僕のあの頃のこう強い意志だったっていうか、でその中でね緑、青と緑だけは絶対見つからないんだよね。やっぱその時に僕が思ったのは色ってものがどれだけ素晴らしいものかっていうこと。今はもう桜からのクレヨンか絵の具がやっぱ色なんていくらでも手に入るんだけども、色って色がなかった時代って宝石みたいなものなんだってことを、色を拒否すると土でやっていくと分かるんですよね。青と緑だけは絶対手に入んない。だからそうするとね、日本画に興味がいくわけ。何なんだ江戸時代の緑は、何に使ったんだ、何なんだ江戸時代の青は、若冲なんか見るとプルシアンブルー使ってるのね。であれは多分異常な高価なもんだったんだろうなってことは僕は分かりますね。まあ緑も、うん、まあどうなっじゃどうしても手に入れるっていうと、自然天然界で青緑を手に入れようとするとやっぱ青っていうとラプスラズリだね、ツタンカーメンのここ、うん、まあプルシアンブルーはちょっともうちょっと濃い、本当に濃い青のこう海みたいな色だけど、若冲は海の絵で使ってますよね。それとウグイスのお腹で使ってるっていうかね、若冲は赤の作家って言われてますけど、僕は青と緑の作家だと思ってる。わずかな青とわずかなグリーンを際立たせるためにふんだんに赤使ったんじゃないかっていうふうに、だから赤と青を使いたいがゆえに、青と緑を使いたいがゆえに赤使ったんじゃないかなっていうことを僕はなんとなく思う。でその時に NHK がね、BS 旅の力って番組で、周平さん世界のどこでもね行ってもいいから行きたいとこないっていうんで、いや俺はもうあんまりそういうとこ行きたくないんだけど、まあただ緑の土を探せるんだったらどこでも行くよって言ったら、まあ、NHK がそういうとこを挙げて調べてきて、まあ、周平さんありましたと。ロシアとチェコとイタリアのベローナとキプロスですと、そこに緑の土がありますと、神の土ですよこれやっぱりってことで、で
イタリアのベローナはこの緑の土が例えばルーブルのフレスコ画の顔料になってたりとか。で、あのところがあのすごい大切なものでナポレオンが愛した色で、あの、まあ、掘り尽くされるっていうかこうだんだんなくなっていくんで、今イタリアのベローナはね、あのライフル持っててもライフル持ってるやつが守ってるから危ないからやめましょうっていうことで、それでキプロスにものすごいいい準備のところがあるのでキプロス行こうってことで、キプロスに連れて行ってもらって、これ今緑の地手に入れたところです。で、あのまあ今盛んっていう、まあ、なんか日本っていうのは本当にこう伝統的な職人のことをもう忘れちゃったような国になってて、盛んっていうともう今分かんなくなってるんですよね。あのもう どんな人もほとんど分かんなくなってて、盛んってこうボードの上に1ミリか2ミリ塗るのが盛んっていうか、僕はそれパテだと思ってるんだけど、盛んっていうのは1センチとか2センチとか土蔵に行ったら40センチ塗るのが盛んなんですよね。さっきの法隆寺の土塀みたいに、で盛んではこうやって分厚く塗るのが盛ん工事、はい、こういうふうに塗っていくんですよね。そこにあのものすごい精度がいいから世界に行くとマジックみたいだって言うんですね。日本の盛んはメイジング、信じられない精度を持ってる。まあ日本の盛ん技能は多分あの精度とかそういう繊細さとかも多分世界一です、はい。まあ職人ってのは道具はいくらでも作ります。現場のために作るって言ってもいい、はい、はい。でどんどんこう盛んの、まあ日本の伝統の職人の仕事っていうのはどんどん調べていけば奥義っていうのがいっぱいきっとあったはずで、今忘れられてるだけですごく実はたくさんあって、盛んの中には一つ漆喰黒磨きってやつあります。これはねどういうふうにやるかっていうと、まあ変な話をすると、小石灰を100メッシュってどういうことかっていうと、3センチの中に100本ふるいの線が入ってる、もうほとんど絹ごしですね。絹ごしで石灰を通して生塩ってこう炭のすすね、それを用意して、そしてそれに海藻のりを水でお湯で溶いて、でそれを絹ごしして入れてすり鉢ですって、そしてそれをさらしに巻いて湯煎して、それから壺の中に入れて5年経ったら使っていいって言われるんです。それを絶妙なタイミング、絶妙な配合、絶妙な腕、絶妙な鋼、まあ鉄ですよね、コテで最後指の手のひらで仕上げるとこうやって鏡みたいになるっていう、これ漆喰の黒磨きで100年かかれてます。でこういうのが文化財にもならないで継承もされないで、まあ謎になっちゃったっていうような感じですね。まあこれも盛ん工事かと、これも僕にものすごい驚きが与えました。こんなのは俺の仕事の背景にあったんだっていうことですね、はい。でしかもそれらはこうやって藁とか、はい、藁もねもうちょっと細かくしたりとかね、はい、砂、はい、紙、岩皮、鉱物はまた和紙の材料ですよね、はい。で海藻、昆布、海苔ですね、はい。でこれ麻の繊維、はい、これニカワ、はい。こういうようなブレンドで漆喰っていうのは絶妙な配合で出来上がって100年もと光ってるんですよね、うん。で蔵あるでしょ、土蔵ね。土蔵は東北に行くと最後ここまで進化します。これ唐獅子土蔵って言います。明治時代に4人の集団が25年かかって1個の蔵作ったっていう蔵です。これ文化財にもならないで今壊れてます。で今僕が修復してんだけど、これね唐獅子土蔵って言って、この獅子も漆喰です。これもちろんこういうレリーフも漆喰、もちろんこれナマコですね。でこれは漆喰の黒磨き、光ってたのね100年前ね、はい。これ全部盛ん大工じゃないです、盛ん塗りです。これね黒磨きの面白仕上げって言うんですよ。
角の面だけ白いから黒磨きの面中仕上げで光ってる。だからもう神がかった仕事だね。まあ25年かかるのも分かるんだけども、こういうのは文化財にもなってないです。登録文化財にもなってない。どうしてかというと、登録文化財にこの家の人、いやいやもうそのことやめてって言うわけ。登録文化財になると家の人が 80% 修復するのに負担しなきゃいけないの。だからこんなもん指定されたもんならうち破産しちゃうってことだからしないでっていうかね。重要文化財になると、まあ、90% くらい国が負担するんだけども、だからそのシステムって素晴らしいものは文化財に指定できないんだよね。うん、まあだからこういうのはどんどんこうなくなっていってるっていうかね、はい、うん、これ全部明治24年です、はい、で僕まだ若いでしょ。30の時にこの黒磨きの奥義がもうほとんど誰も継承してる人がいない中で、新潟で80のおじいちゃんができる人いたよっていう情報を聞いたんで、新潟まで走ってて、これ今みんなで習ってるところです。ところがこのおじいちゃんちょっとボケてて、肝心要のところ 100% 教えてもらえなかった。だから今でも僕もできない、できる時もあるけどできないっていうか、なんかそのぐらいこう途切れちゃうともうできないですね、はい、これ漆喰はこうやって自分が映るぐらい光っていく、そして100年輝いていくということですね、はい。それでまああのあの大きな建設現場があって、こういう蔵とか伝統に目が向くようになった中で、まあ、この土蔵をね、あの僕はあのずっと土探したり、あの試作をして夜も遅くまで、あの頃ストイックで寝ないでやってたもんだから、お前ならかけてもいいよって言われて、これ県の文化財だったんですけども、こういう蔵を、これ実はあの窓周りが黒磨きだった。だからもうドキドキしましたね。黒磨きを得るチャンスがまさか来るとはっていう、はい、これ1845年の仕事です。それを僕が修復するっていう仕事、チャンスをもらって、はい、これ若い時の僕です、はい、これ黒磨きです、はい、でこういうふうに仕上がった、はい、この辺りからちょっとメディアを騒がすようになってきて、はい、そしたらね、あのこれちょっと1個戻ってもらおうか、もう1枚、はい、うん、これ話し出すとねすごい面白いんですけども、土蔵ってのは耐火構造だったのね。要はまあ日本中、あの江戸もそうでしょ、一回火つくと町中全部燃えちゃう、もう類焼して類焼してって、でそれが土蔵を作ることによって類焼を防いだんだよね。土は耐火構造だから。で、やっぱり江戸は蔵が発達した町っていうか、まあ、空襲で亡くなったのかまあ分かんないですけども、その時に飛騨は実は木の国だったんだけども、江戸時代に多分ね1825年くらいにね、江戸の神田で人を殺めて飛騨に来たっていう社会がいるんですよ。でその人もやった蔵なんですよ。僕はねこの人で舞台作りたいぐらいなんだけど、江戸と飛騨を結ぶっていうそういう舞台作りたいぐらいなんだけど、この人江戸から人を殺して飛騨に逃げてきて、すんごい腕の魚をこうやってやっていって、そして20年飛騨に住んで、なんでか分かんないんだけども駆け落ちに追っかけてって、峠で返り討ちにあって死んだって職人なんですよ。まあ、人生もすごい面白くて、だからこの人にすごい魅力感じて、もう本当にこう夜寝るのも惜しい気持ちでやったことを覚えてます、はい、はい、いわゆるさっきの江戸山像、通称江戸満って言うんですけど、飛騨では江戸満って呼ばれてる。でその人の名人芸の土蔵をやってる時に、ある時ほとんど同じ時期に周平さんもう一つ蔵やってくんないかっていう話がありました。これ実はこれです。これ土のまんま、これも江戸時代の蔵なんですけども、はい、これ同じ銅像です。これはどういうのかというと、はい、はい、これね
いわゆる湯井ってやつですね、農民で作った蔵、さっきの超一流が作ったやつ、ボッツ君のカミソリみたいな職人が作った蔵と、今度は本当の農民たちが、これ今蔵ってほら柱立てて竹立てて藁縄で編んで土をこうやってぶつけるでしょ、それが最初の土の蔵の土作りの始まりなんだけど、今これみんなでこれから泥団子壁にぶつけようって記念写真撮ってるところですね、これ。まあこれはあの僕の飛騨の昭和11年の風景みたいですけども、まあこうやって始まる、はい、でだからきっと土でこうやって指でこうやって家紋作ったんだろうね、こうやってなんか使わないでね。でこれは実はね、あの百姓一揆の舞台になったあの銅像だったので、これは文化財にしたいということで僕に修復の依頼が来た、はい。それで僕はもうこれ江戸時代の土蔵ですけども、さっきの土を全部落としてね、もう一回練った。土って何度でも練れば再生してきますからね。土は1万年経っても土ですから、ゴミじゃなくてまた練れるんだよね、また藁混ぜてね、水をかけてね。で今この俺の職人がね、ここの落とした土をまた藁を混ぜて練って、ほらって投げてるってことですね。これ今飛んでるでしょ。でこう足場の上に僕らいて取って紙バンぶつける、そうやってこう最初の土のガタイを作るっていうか、そうするとこう外れたりもするし、まあちょっとお祭り騒ぎにもなるっていうような感じで、はい。それでしばらくしたら家の人から電話がかかってきて、親方稲が生えてきたって言うんですよこれ蔵ね、ここですね、はい、もう一枚。これ、母屋の方から階段登った土蔵の正面玄関の真ん中です。はい。これ。要は、切り藁の中に種もみが入ってて、うんうん、泥をこうやって投げて壁にぶつけるときに、飛び散った僕たちのゴミから、ちょうどいい発芽状態になってて、稲生えてきたんですよ、で、これ、百姓一揆のね、土蔵ですから、要は年貢米の取り立てが厳しくて、こう、一揆って起きてるわけでしょ。でそれを僕が250年ぶりに直したら稲生えてきた。でこれすごいドラマチックだなって僕は、いやドラマチックにしたいなっていうふうにこう思うようになって、はい、実はねこういうサンプルを作ったんですよ。家の人にね、こういうふうに仕上げたい、見てよこういうふうにやりたいから、でこれあの家の人は、まあ、あんた一生懸命だからまあ、よくわかんないけどいいよって言われて、はい、新品でこういうふうに仕上げました。つまり創建当初にするとこんな壁剥がれてないんですよね。ただの綺麗な四角い土の塊みたいになっちゃうと倉庫みたいに見えちゃうと、あれはこう技を駆使した蔵でも何でもないから、250年経ってたっていう時の復元した方がいいんじゃないの。だから壁が剥がれながら立ってた風景の復元をする、こっちの方がロマンがあって風景になりうるんじゃないってことで、まあこういうふうに難しいんですよ。ここを割らさなきゃいけないし、これやらせちゃダメだから、自然に割らなきゃいけないし、自然に剥がれたみたいにしなきゃいけないし、まあこういうふうにこう新品こういう形に修復した、はい。まあ、そしたら新聞記事になりまして土蔵論争、日比谷の復元塗り直すべき左官職人は、これ東ってうちなんですけど、東家の時の流れを再現したと。で文化財 の町 の保護審議委員会ってことでね、ここは壁を剥がれる前の姿にするべきだと、文化財なんだから。でこれちょっとあの最後のところを読むとね、文化財の修復なのだから土蔵を壁が剥がれる前の姿にするのは当然、町としては塗り直してもらいたいと話す。浅野さんは工事前の、土蔵にあったひび割れの模型を作ってみせ、町からも許可を得たとしており、230年の時を超えたロマンをひび割れに込めた、埋めるつもりはないと真っ向から反発町内では浅野さんの考えに賛成だ、ひび割れだけが浮いておかしいと賛否両論だが、両者の主張は平行線のままで、壁のひびを埋める工事の目処は立っていない。まあ
これがね、あの町の論争になっちゃった。いや、文化財ってどういうものなんだ。まあ、ところがあの僕もかなり叱られたんですけども、あのこれが僕はだんだん追われた進化ってやつにもつながっていくんですけども、東京からたくさんの人がこれを見に来た。東京のいろんな人たちが知らないよ、どんな人か。今のように僕はよく分かんないけども、東京からなんか面白い修復やったやつがいる。それはなんかすごい絶妙に面白いっていうことで、その小さな町にの役場に問い合わせどんどん行くんですよ。その土蔵を見たいから、どうやったら行けるんだとか、どこに行ったら見れるんだっていうことで、そしたら町がね、これいいって言ってくれて、それで助かった、まあ、いうことはあります。今こういうふうに建てます。だからこの百姓一揆の騒動というのは実は非常に悲しい物語がたくさんあって、で僕はあのもうイメージするんだよね。そのお母さんなんで壁落ちてるの、それはねって、もしも母さんと子供が話したらね、俺の壁は最高だったなと思う。それはね、この土地はね、あの昔ねみたいな、そこをあのなんかこう建築の中に物語があるっていうのは素晴らしいなっていうことをちょっと思うようになったら、これきっかけですね、はい、うん、でね、やっぱり自分の土地の歴史とか、やっぱり日本のなんとなくこう職人的な目線の歴史をちゃんと知っていくっていうようなことに、こうすごい自分の視線がいくようになって、で、あのいろいろなんかこう街並みで蔵が見えると、ちょっとすいませんけど、どうぞ見せていただけませんかって、こう軒並み行くんですよね。そんな中で見つけたものはこれです。これ明治の仕事らしいんですけども、ここ見事な漆喰の黒目焼きでした。ちょっと飛騨にはいない、どこから来たんだろう、また江戸かと思うぐらい の見事な仕上げで、これも白い漆喰でレリーフやってるんですよね。これ分かります、何か。もう一枚、魚の開きだそうです。ちょっと一つ持ってます、うん、もう一枚ですね、はい、もう一枚、こういうふうにくるくるっと巻いて、ちょっと西洋の匂いがして、最高の黒みよりの職人の究極の技、それに何ともチャーミングな抽象化したレリーフが魚職人の手によって、まあ施されてるんですね。ちょっと戻ってもらおう、また、はい、これ聞いたら、この家魚問屋だったらしいですね。そして主人が俳句が好きな人で、俳名が宗玉って言ったらしいです。それを職人が聞いて、あ、じゃあちょっとやろうってことでやったんだよね。いや、いいなって僕は思いますよね。こういうの良くないですか。なんてこう、何なんだろう、この良さっていうかね。で、それはね、ふざけてるんじゃなくて、腕がしっかりしてるからまたいいわけ。うん、はい、はい、はい。で、今度もう一つ、こう尋ねてることあるんですよ。まあ、ちょっと一つ 話をすると、土蔵っていうのはどうやってできてるかっていうと、まず大工さんが柱立てるんですよ。と柱にあのこの鍛冶屋さんが肘つぼって作るんですよ、いわゆる長板ね。これで、ここの土壁はもう1トンぐらいになりますから、この長板しっかりしてないと戸が閉まんない、下がっちゃうから。でも土蔵って火入らないように作ってるから、その下がって火が入っちゃったら困るんだよね。土蔵の中宝物燃えちゃうからね。で、そういう意味でこの、うん、まず大工と鍛冶屋のコンビネーションはすごい大事なわけ。俺たちは仕上げで出てくるんだけども、あの栗の木に大工が穴を掘ることを光を取るっていうんだけども、そこに鍛冶屋の打った癖のようにズドッとはめ込んで、僕らがどんなに土にとも下がらないようにするのがまずすごい腕、大工と鍛冶屋のね。で、そしてその前にここに石屋がとんでもない金地持ってこなきゃいけないね。そして左官が登場してバッチリ蔵の戸前ってやつを仕上げる。そうすると今度は建具屋が出てきて、欅のよく居酒屋にあるとね、もう建具屋が出てくる。建具屋が出てきたら、ここに最後飾り金物師が錠前ってやつやるんですよ、鍵だよね。で、この錠前、これ大正時代です、これ、はい、
ローマ字で油断大敵って書いてある。これも粋でしょ。しかもしっかりとした技能でかっちり作られてる。やっぱり職人っていいなというふうに思っていくんですよね。こう自分の職人じゃなくてこう日本をいいなと思っていくって言った方がいいのかもわかんない、はい、そうするとね、左官もやっぱりいろんなことをやってるんですよ。よく見ていくと、これはね、長野の安曇野ってところで見つけた波ウサギだね。この波ウサギはだいたいこのぐらいの中に入るぐらいちっちゃいです。で、よくね、まあもう今はもうほとんど見れなくなってるけど、土蔵全国を旅すると蔵にね、水って書いてあるでしょ。よく真ん中にこう水って書いてあったり、あそこで遊ぶとこなんですよ。水ってのはやっぱりその干ばつに合わないようにっていうか願いをこう職人がやっていくんだけども、例えばね、竜も水の神様だよね。で、ネズミは安産多産、ウサギも安産多産、子孫繁栄、七福神は商売繁盛だよね。で、まあそうやってこういろんなやつやってあります。一番いいのは大分の安治って町行ったらどれも面白いです。そういう漆喰彫刻のでもう町づくりがされてますけど、でこれは南ウサギ、これも明治です、はい、近くで写真撮るとこんな風、もう今のデザインも勝てないぐらい、なんていいウサギなんだって感じで、この耳は8ミリぐらいで長さが2センチ5ミリぐらいで厚みが1ミリ1.5 ミリから2ミリぐらいのある耳かな、今ピュッと出るんだけど、ここに黒い点あるでしょ。この波しぶきはパチンコ玉ぐらい。しかもさっき蔵の2階にやってやりましたよね。で、これ明治25年ぐらいにできてるんですけど、実はウサギの耳が折れて波しぶきも取れて下に落ちたんだけども、それを家の人が拾って釘で打って止めてるんだね。これつまりすんごいいいものが必死になってうちの人が守ってくれる証だなと思って、僕これまた愛たっぷりだなって思って、なんて奇跡のウサギなんだっていうことをちょっと思ったんですね、はい、これまあこれものづくりの神だと思う。究極ものづくりはこういうことが起きる。こうやって首で止めてくれる家の人が拾ってね、こんなちっちゃなものをね2階から掘ったんだけど、はい、まあそういう中でこうそういう考えを持ってると街の中でこう遊んでもいいよっていうこうクライアントが現れて、はい、壁をね好きなようにやっていいっていうお施さん出てきたんですよ。いくつだったかな、38ぐらいかな。これは縄文時、はいはい、これ人の大きさがこれで、土蔵の中から巨大な縄文土器が押し出してきたって壁やったんですよ。ところがこれが高山の伝統的建造物保全区域だった。高山の有名な祭り屋台が通る角の方だったんだけども、はい、ただまたすごい新聞記事に滋賀南食って書いてありますけども、ここにまあこれ一時大変なことになりまして、はい、これ当時岐阜新聞のここにリレー崩れ竜は4連敗って書いてありますけど、白壁の絵に高山市南食が今日の締めのタイトルですから。でこれでまた景観論争になったっていうか、まあそれ以来高山ってもうダメですけど、もう全然高山とそれが合わなくなっちゃって、そのまた追われていくってことになってくるんですけども、まあ、これも一つのきっかけになりました。まあでも出来上がった時にはやっぱりなぜかね、市民がね、一部の市民が市役所に電話して、何言ってんだと、あれって彼が飛騨の土蔵の壊れた土をもう一回新しい形に変えてるんだろ、全然なんでそのことに市が文句言ってるのと、それだったら靴屋さんの大きな黄色と青とピンクの看板あれ外せって文句言って言ってくれた人いるらしいですね。まあ、そういうのに僕は救われた、また、はい、とりあえずまあ、なんとかなっていった、そんな人もいたんだなってことは聞きましたけど、はい、
まあ、やっぱりどん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 日本はこうすごいこう乾式化していく中で、やっぱり僕はどっちかというと素材化していった、まあ、これはまあ、今あんまり見なくなってるけども、こう栗の木を裂いてクレイタってやつですね、まあ、屋根代わりに使ってた。だんだんこれが、栗は農民とかが使う板、それがサワラ、ネズっていうことで、ヒワダブキ、ヒワダブキ、そっちにこう、だんだんなるほど素材が変わってくるんですよね、はい。僕はね、この板見たときに、これ使えるなって実は思って、はい。これはもう使い古したその栗の板が民家の庇の下にあるんでね、それをもらって、はい、こういうの作った。これ松ぼっくりになるんじゃないかと思って、はい、屋根が松ぼっくりと土蔵みたいなことできるんじゃないかなと思って、板が屋根で屋根が壁みたいな、屋根になったんだから屋根がドームになれば松ぼっくりみたいな蔵ができるんじゃないかなってことで、これは八ヶ岳だったんですけども、一本のちょっと持ってもらおうか、もう一枚この一本の曲がったクヌギの木に、あ、これでドームできるなっていうふうに、こうあれに板が刺さってたら面白いんじゃないかなってことを思って、まあこれは東京から60人ぐらい の人たちが集まってくれた3日間のワークショップでやったんですけども、はい、地場にある竹を切ってきて、竹割って縄で縛って、はい、そこ地場にある土と地場にある藁をもらってきて練って、はい、でそこで縄を結んで土と板をサンドイッチしていく、はいはい、でこんな風に、これ松ぼっくりの野菜蔵って言います、ね、でこれはニューヨークの新聞載りました、面白いっつって、なんか変なものが出てきたみたいな、でトトロとかとも言われましたけども、まあ、これがね、すごいいいワークショップになった。で、あともう一つ、やっぱり職人っていうのは地場の素材で地場の想像力で絶対できるっていう、こう自信になっていったっていうか、はい、で、あともう一つ戻ると、はい、まあ、ちょっと先に見たな、あともう一つね、塗り壁っていうか建築っていうのはやっぱり風景になってないと話にならないな、こう日本の景観の一部になってるっていう意識を持ってないと、まあ、なんていうかこう寂しくなっちゃうんじゃないかっていうようなことを思うようになって、それでこう、よし、俺は風景を壁にする男になってやるってことを思うようになりました。風景を壁にしてやる、それが俺の盛んなやり方っていうようなことを思うようになって、こういう、これ左にある車だっていう同心円状に植える田んぼを見るとバッと壁を思いつくんですよね、はい、これにこういうふうにサイクルしてると、縦のストライプのこう筒が、そういう中にこう稲が添えてるみたいな、で、これはこっちから太陽光線が当たるとストライプが浮き出て、太陽が上に行っちゃうと真っ平らな壁に見えて、わずか3ミリしか起伏がないんで、でまた夕日が当たると思って藁が浮き出てくるって壁ですね、はい、でこの夕日見るとね、あ、この色の土全部俺持ってるな、この色の土全部俺持ってるやん、こうなると、はい、こういう風になる、あ、それできるよね、これそんなのきっとこうなってきて、はいはい、これちょっと写真おかしい、はい、はい、あとはまあだん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 飛騨では仕事がなくなってきて、で飛騨高山もまあほとんどこうなんちゃって町並みを作るようになって、で全部薄塗りでいいし、本当の魚を寄るほど飛騨に住めなくなってきて、で僕には8人も10人ものメンバーがいたんで、これ生きていけるかなっていうことを思うようになって、じゃあちょっと世界に集散ワークショップやるに行ってくんないって言うんで、まあ僕は本当にあんまり出たがりじゃないんだけど、ずっと同じ土地にいて満足するタイプの男なんだけども、まあそういう社会的な状況が、じゃあ行くわと、まあどこでも行ってやるよ、もうどうせ仕事もないんだからってことでアリゾナ行ったんですね、はい、
で、アリゾナでこう壁を塗ったりとか、はい、まあそうやってこうちょっとこうメディアなんかにも出ると、今度はあの洞爺湖サミットであんたら何か考えてくれるんじゃないかってこう言われて、これ洞爺湖サミットのファーストレディーが座るテーブルですね、それを土で作った、はい、もう一枚、はい、ちょっと戻ってみようか。これね、どうやってやったかっていうと、これ世界の大陸が陸続きのテーブルにファーストレディーに座ってもらう、つまり国境がなかった頃の地図の上に座ってもらおうと、世界は一つだって意味にしたらいいんじゃないかなってことと、あともう一つはね、まあこれも自分が考えたやり方なんだけども、土をマーブルに混ぜといて、置いてワイヤーで釣って置いたらこう揺らして平均にして、それは乾いて割れないっていう状況を目指すんだけども、まあ僕はここで自分でも面白かったなと思うのは、大陸移動のテーブルを大陸移動って工法で仕上げたっていうね。そういうのはね、あ、面白いことやったなって自分で思うんだよね。大陸移動のテーブルを大陸移動っていう工法でやった。こうみんなで20人ぐらいで持って、ロープ持ってるやつ持ってこう揺らして、4回目ぐらいに成功したんですけど、はい、今、ファーストリーディの方に、あの17分間のお話ししなさいっていう役ももらったので、まあ、SP がピストル持って俺に睨んでましたか、あのそこでやったんですけど、この人が福田総理夫人で、最初そんな政府の方はね、土壁みたいなことを世界のファストレディの前に見せるなんてことは不潔でいけないとか、そういう話があったんだけども、あの福田総理夫人が挾土秀平さんだったら私会いたいわ、その一言で外務省が変わったらしいです。それで僕はそのチャンスをもらったんだけど、まあ、こうやってなんかどんどん東京に救われて、飛騨からこう追われて、どん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 東京に出てくるようになっていきます、はい、これはね、あのこれもサミット会場ですけども、近未来の和室を作ってほしいということで、はい、もう一枚、あぜ倉をイメージした壁を中に塗りました、はい、こんな風に、はい、でこれはね、金沢で作ったんですけど、黄金の蔵ってやつですね、全金箔です。これね、仏壇職人と組んでやりました、はいはい、中は、枯れる金をやってほしい、秀平さん、枯れた金を演出してくれないかってことで、枯れた金というのもまた矛盾した話だなみたいな、まあ要は仏像のああいうこうダメになったやつみたいなことみたいな話になってくるんだけども、はい、染めの土壁に全金箔貼って、はいはい、これ今僕金かぶってるんですけど、はい、あ、金をね払い落としていくんですよ。そして上は金がなくて下は濃くついてる金の払い落とし仕上げって名前ですね、名前で言うと、あのものすごいってのは面白くて、ね、名前がついていくんですよ。あの料理でもなんとか風なんとかなんとかなんとか地立てとかってあるでしょ、それは仕事って全部そうやって名前実はつけられるんだよね。これはまあ純金箔の、言ってみれば土壁わら肌染め金箔払い落とし仕上げってこういう名前つくね。でも設計図書にも載らない、2行ぐらいにしないと載らないような名前ね、まあ、そういうのいいなと。あともう一つはね、これね、あとね、これちょっと一枚持ってもらうと、うん、これだ、はい、もう一枚、あ、先に言ってください、はい、もう一枚、はい、これね、雪塗ってます。このね、海抜1000メートルで雪でなんとかお前なら壁塗れないか、おいいなって僕言ったんだよね。要は建築っていうのはその土地にある素材が立ち上がったものが建築だっていう一つの哲学があるからと、ゲニウスロキって言葉があるんですけども、ドイツのエコロジーに対する考え方ね、それね、遠い市場から物を求めないっていうのね、その土地にある建築するってことはその土地を傷つけることだから、その土地にある素材で立ち上げて、できるだけ自然素材で
その土地にあるものが朽ちてまた土に返っていく。人間が作ったこういう、まあ、蜂の巣でもツバメの巣でも作るんだけども作っていないってことでね、いつか帰っちゃうんだから問題なくね。だからそういう意味で、そうか、それは面白いなと、俺がやりたかったことだし、それやるよってことで、これ、うん、ちょっと一枚もう一回、もう一回、あ、もう一枚、先ほどもさ、うん、これ雪塗ってるから、これ最後こういうふうに仕上がります。これ面白かったのはね、あの、海抜1000メートルに行くので、雪に水を混ぜて、攪拌して、シャーベット状にして網の上に塗る。だけども、僕は、ああ面白いなって僕は思ったのは、僕は職人だから朝6時には起きて、6時半には飯食って、それから7時ちょっと過ぎには会社に行って、みんなで打ち合わせして、8時には現場着こうぜと。8時から仕事スタートして、夕方5時半から6時ぐらいに終わって、でまた帰って寝ると。まあ、いうことで、よし、この仕事やろうってことで、8時までにこの現場について雪塗ったんですよ。水混ぜて、シャーベット状にして。そしたら10時になったら、太陽が昇ってきて、その年暖冬で、全部溶けて流れちゃう。あれ、ね、せっかく塗ったのに全部。で、バカだから次の日もまた、よし、5時半に起きていく。別に時間関係ないんだけども、ダメだったから気合い入れて5時半に起きていく。5時半に入れて塗るんだけども、また10時になると太陽が出てきて全部溶けて落ちちゃうと。で、これできないなっていうことになって、いやーちょっとこれ暖冬でできないや。で、でもこれできないって言いたくないから、なんか科学的な氷が溶けない薬ってないのかって、今はこういう風になるわけ。なんとかそういう薬ないのかって、こうネットの中で調べるんだけども、まあそんなのはやっぱり実際ダメで、いやもうこれちょっとできないってことをとうとう言わなきゃダメかなって1週間ぐらい悩んでて、夜酒飲んでた時にふっと思ったのが、あ、分かったって思った瞬間があったんですよ。それは俺が太陽が昇るにつれて塗るからいけないだけなんだ。要は太陽が沈むに向かって塗れば夜氷点下7、8度とか10度にはなるんだから、自然に逆らってたんだなと。要は俺が真夜中に仕事して昼寝りゃ済む話なんじゃないかと思ったら急にうまくいきました。だから夜中ずっと壁塗ると凍って、すごい凍るから次の日の太陽に耐えて、そしてどん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 分厚く塗れたんですよね。だから今度は水を使って道路にビニール引いて水を引いて氷を作ったりしてこう塗り重ねていったんだけども、これは面白かったのは、雪使うでしょ、雪に水混ぜてるでしょ、そしてねどんどん軌道に乗ってくるとね、真夜中にね氷点下一番下がった時にね霧かけるんですよ。霧吹きで霧かけるとますます氷化してくれる。だから霧使うで氷を塗り込んで氷使う。で、どん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 こういう風になってきたら、もう一番完成に近づいてきたら、朝方、一番寒い時に、熱湯の湯で、スポンジで磨く。湯使う。そうすると飴みたいになって、すごい綺麗になる。で、雨に流れちゃった。まあ、使ったのは、水、雪、霧、湯、氷、そして雨になった。一つの素材の、6種類の状態で完成してなくなったってことですね。これ究極の左官工事やったなと思って、これ最高だったわ。これの思い出です。一つの素材からその時間とかその状態でこう使い分けていったみたいな感じですね、はい。まあ結局僕が良かったのはこういうこうやっぱり伝統に回帰する、伝統を背景としてるっていうのが自分の中にあると、これさっき見た法隆寺ですよね、はい。これちょっと秘密、半分秘密なんだけども、はいはい、総理官邸の官邸と皇帝を結ぶ階段室は桜色の半築やりました。総理官邸だから奈良の半築塀の桜色を
もっと俺の感性で精度でやってるってことで、これ4メーターぐらいあります壁だけども、桜井の半築塀に進化したってやつですね、はい、これあまり見え、あの安倍総理に打ち連れていかないと公邸なんか連れていかないと通れないってことですこれ、はい、でこれはペニンシュラ東京のフロントになったり、はい、うん、はい、まああのプロフェッショナルの仕事の流儀っていうのがね、今でこそ300回になってますけど、僕第8回だったので最初の10人っていうのはオンエアがないんですよね、見てないんですよね、まだどんな番組か分かんないんだけども、その時に NHK が俺を使ってくれた、なんかあの会話覚えてますけども、 NHK から電話かかってきて、今度新番組やるんですけども、あなたがいいんじゃないかって話が出てて、あなたに会いたいんだけどって言われた時に、電話取った時に、僕は仕事がなくて日だからももう異端児って言われて干されてて、豚小屋のブロックばかり積んでたんで、まあ俺以外はなんだろうって言ったんですよ、俺だって俺がいないって、その時はね仕事がなくてね、もう強気で言ったら、 NHK のその相手が電話の向こうでね、そういうことを言うのにろくなやついないんですよねって言って、まあ別にそれでいいよと、だから見に来たらいいんだろうって、うん、ろくなもんじゃないってことは見に来たらいいでしょって、そしたら削除できるでしょ、だから見に来てよってこう言ったところから、やっぱあんた面白いってなって、 NHK のプロフェッショナルは俺を使ってくれた、はい、僕は仲間を守るためだった、あちょっと戻ってもらって、はい、でこれがやっぱり東京とかに認知してもらって、さまざまな仕事を与えてもらえるようになって、もうみんなを守れたってことなんですよね、僕は出たがりじゃなくて、俺についてきた職人衆十数人を守るためにね、薄塗りのパテさせないためにこうメディアにも出たってところはあります、はい、まあ東京ってのは本当に素晴らしいところで、面白いやつは買ってくれるところ、それが大東京で、これあのひょんなことからニュース23の筑紫さんが来てる時のスタジオのセットやってくれるっていうことで、はい、これそうです、ニュース23毎日映ってました。でこの時に、ね、画面を通して土壁を見るってことは思うんですけど、どんなふうに見えてるのかなみたいな、はい、でまあ走行をやりながらもやっぱり左官工事っていうか日本の伝統の職人はどんどん現場がなくなって、どんどんみんな廃業してほとんど死んでいくっていう仲間を本当に見ていく中で、僕ももう危機感をずっと今もまあ持ってやってるんですけども、そういう時にあのこう街並みフォーラム、高山の古い街並みがこんな偽物ばっかりやっててどうなのっていうフォーラムをやって、その時に熊健吾さんにも来てもらったし、まあ、あの野崎陽光さん、分け徳山の料理人のね野崎陽光さんとか、あの当時近藤長官とか文化庁長官とかが来てくれて、まあお前変わってるやつだからもう助けてあげるってみんなが来てくれてフォーラムやったんですよね。で、あのフォーラムやってまた高山から干されちゃって、もうなんてことやってくれたんだお前みたいなことになった時に、まあ近藤長官が、まあお前一生懸命だし本当に考えてるから、俺の、あそうそう、その時にね近藤長官にね、さっきのあの唐獅子の蔵、岩手の近藤長官、あの蔵助けてよって、金出してやってくれよ頼むで、国の金を文化庁の俺直すからって言ったら、いやー周平悪いな、出せないんだよ、そういうシステムになってないからごめんな、その代わり俺何もお前にしてあげられないから、文化交流士に任命してあげるから、世界の好きなとこ1年でもいいからどこでも行ってこいって、俺がお前を絶対一押しにしとくからってことで文化交流士に指名してもらって世界にちょっと行くことになった。で、いや長官俺40日でいいって、職人死んじゃうからって、俺がいなくなっちゃうと、ということでニューヨークに行かせて、でどうしてニューヨークだってこととなったんで、多分東京はニューヨークみたいになっていく、将来人種のるつぼになって、そういうなんかみんなが仲良くっていうか、そういう国に東京ってそういうのにきっとなっていくだろうから、どんどんアイデンティティっていうのはなくなっていくだろうから、
そこで職人が日本で生きてくると俺は思えないから、で東京はそういうふうにニューヨークみたいになっていくきっと。だからニューヨークで個展してみたいと、チェルシーで。でニューヨーカーの反応を見て受けたら東京でも50年後可能性があるんじゃないかと。ってことは俺の若い人に可能性があるってことだから、その実験してみたいんだってことで東京で個展開きに行ったのがこれです、はい、こういう作品作って詩を書いて、はい、うん、はい、これはジャパンソサイティってところで講演するんですけども、はい、クマさんがお前とっても見てらんないから一緒に行って講演してあげるって来てくれたりして助けてもらったりして、まあやりました、はい、でその日本から帰ってきた時にちょうどアマン東京大手町ですね、世界 の, リゾートホテルのアマン東京が僕にエレベーターホール全部やってもらいたいと、3カ所で、その時にこれ全部親父で作った僕の壁なんですけど、こういうの提案したんですよね、はい、これと、はいはい、こういうのと、はい、こういう壁、はい、そしたらね、その、アマン東京の外国人の女性の設計士は僕にどう言ったかというと、いやー周平どれも素晴らしいねって、やっぱあなたはいい腕してる、精度もいいし完璧にやってるんだけども、私があなたに求めてるのはこれじゃないって言われた。もっと楽なもんだって言われた。もっとネイチャーなものだって、すごく正確で、東京はステンレスとかガラスとか大理石にあふれてるでしょって、うちのホテルはそういう会社じゃない、もっとネイチャーな会社だ。そう言われた時に、ニューヨークでもネイチャーな壁が置けてたんですよ。あんまり精密な壁は置けなかった。で、あ、ニューヨークで今ちょうど思ったことをまた同じこと言ったなってことで、はいはいはい、これ金松の落ち葉塗りました、変更して、はい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 、これ山ぶどう、鶴を壁に塗り込んで壁をボコボコしてるっていうか、はい、でよく見てもらうとここ砂が寄ってて、ここちょっと白いでしょ。でこれを日本人だと、日本の設計とか日本の応接さんとか日本の建築家だとちょっとくすんでるとか汚れてるって言うんですよ、日本だと。これ汚れてるねって、汚いね。ところがアマンは最高のネイチャーだ。揺れ、ブレとか歪みとかムラとかそういうものが素晴らしいって言うんですよね、はい、まあ、これもそう、はい、まあ、そういう意味でもしかするとそういうブレとか歪みとかねじれとか、もう少し笑ってるとか、そういうこうなんていうか、わびさびとかさ、それは世界の方は日本のとお家芸であったその絶妙な塩梅的な感覚っていうか、こうそういう なんていうか、傷を美とするような感覚、そっち世界の方が勝ったんだなと僕は思った、その時にね。あ、日本だとそれ通らないと、汚れてるからペンキで塗りつぶせっていうのが日本になっちゃって、それはアメリカだったはずなのに、なんかこう逆転したなっていうような感じがあったなっていうのはちょっと思いますね。だから今僕壁なんかやるときは本当に難しい、あまりこうブレたものをやるとダメって言われるんじゃないか、だからできるだけ無機質な壁塗らなきゃな、仕事の時はね、うん、まあそういう中で今度は真田丸の話が来て、はいはい、これもまた NHK が俺に白羽の矢を当ててくれた、はい、であとタイガーグループは周平さんせっかくやるんだったら中の まあタイトルバックとかこう名前の最初のオープニングの中にも、周平さんの好きな壁、あんたと心中するから好きなようにやってって言われてやったのがこれですね、はい、これ、はい、はい、これ、これ、これらが出てきたと思うんですけど、はい、はい、うん、そこで僕はちょっと思ったのは、
やっぱりニュースを通じてまたチャンスを与えてもらったのが生きた。画面を通してみるとどういうふうに見えるのかっていうのが僕の中ですごく生きてたっていうことと、あともう一つ思ったのはやっぱり大河のセットなんかも見たんだけども、いつでも来ていいよ、撮影してることにもどんどん見てくださいねとか、まあいろんなことがあったんだけども、やっぱりね、一つやっぱこれからあそうかって分かったのはやっぱり建築でも素材感とか色彩感とかそういうのをちゃんと持ってないと、これからね 4K8K の時代になるとね全部嘘見えちゃうんですよ。もう画質がどん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 良くなっていくもんだから、こう適当なやつやってるとこれからね映画でも何でもね全部ね 4K8K が映しちゃうと、嘘ってもう偽物のセットって丸分かりになると、もうドラマにも映画にもなんないね。だからもしかすると 4K8K が職人とかね建築のあり方はまた変えていくんじゃないか、そういうところに気づいていかないとまずいんじゃないかってことをちょっと思いますね、はい。これ今僕が作ってるサンプルです。これ全部、これ全部土壁です、はい、これ、はい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 、で最近はだんだん塗り壁がなくなってきて、僕にやっぱり象徴的な作品的なものの依頼も多いで、前はそういう作品的なものもやるのを左官職人から離れちゃうから嫌だなと思って、アーティストとかって言われることがすごい抵抗あったんだけども、今はそうじゃなくてやれることはもう何でもやると。であともう一つ、枠の中に自分が発想したことはどんなこともやる。でこの部分を建築空間にしようかとか言えばいいな。だからもう僕もだんだんあと10年やれるかどうかみたいな年齢になってきたので、とにかくやれることは時代がやらせてくれないんだったら枠の中に封じ込めてやるってことで、今どんどん作品作ってます、はい。これちょっと待って、ちょっと待って、これね、信長をイメージする壁やってほしいってことで、欲しいってことは言われて、これ桶狭間って壁なんですよ。これ、ね、職人的に作るとすごく欲しい。鉄板を先端させて鍛冶屋にね、でそれをとんがらかして錆びさせて漆かけて、向こうからブワーッと来たのが今川勢、こっちから攻めてるのは信長勢で、はい、これが今吉本の首を打った瞬間です、はい、こういうふうにこれで土壁だって言ってるんですよ、はい。これは本能寺って壁です。これ本能寺で信長って死んでから光秀が伊賀を探しに来るんだけども、伊賀はないらしいですね。それは今も歴史上に謎らしいんだけども、なんとか本能寺って壁作ってみたいなと思ってて、それでお能姫っているでしょ、能姫、信長のお嫁さんね、は嫁に来る前は貴重って名前だったらしいです。帰る町貴重って名前だった。だから多分信長は本能寺で木の中でおのおに貴重になって飛んできてくれって言ったんじゃないかと。だからおのおが飛んできたから信長も蝶になって飛んでいったから意外がないんだってことで本能寺っていうふうにした。こうやってこうストーリーで作っていくっていうようなことも最近やってます、はいはい。これはさっきの黒磨きですね。黒磨きに夢幻天下を、これはね、実はね、倉本総先生、今80何歳なんだけども、一昨年僕に会いたいってことで82歳で杖ついてきたんですよ。すごい人だなと思うんだけども、その時にお前みたいなこう なんていうの、無国籍で有品格のやつ見たことない、お前そういう男だなみたいなこと言ってくれて、実は松ぼっくりあったでしょ、あの松ぼっくり見て俺あれに惚れたから富良野で作ってくんないか、まあそう言われて去年実は富良野に行って、だけど僕は先生に、いや先生さすがに板はダメだから、だって富良野って第一の凍結深度が1メートル90センチ凍るんだから、で雪は
もう1メーターも2メーターも積もるところなんで、さすがに木は先生持たないから鉄でやるって言ったら、先生が鉄はお前俺の自然塾のフラノに合わないだろいくらなんでもってこと、いやいや生鉄だから大丈夫だよ先生ってことで、鉄は錆びると錆びになるでしょ、それは絶対森に合うからいつかその進化を楽しんでってことで鉄でやらせてってことで、これ鉄板をくの字に曲げて酸素で切って、でこのそれをセメントの中に挟んでいくってことでやってきました。はい、はい、こう窯に、これはなル・ゴロワっていうイタリアンレストランなんですけども、そこに僕はこう松ぼっくりを鉄でやる、はい、こういうふうに、はい、こういうふうに仕上がりました。これ全部鉄です。でこれがいつかだんだん真っ赤になっていく、最後は褐色になっていく、それで森と同化するってことなんだけども、これ僕読んでなかったんだけども、実はね、あの雨が降るとこの羽の先に雨が落ちると無数の水金窟みたいな音してんですよ今、ブーンビーンボーンブーンブーンって水金窟みたいな音になってんの雨が降ると。でそれで倉本先生がル・ゴロワの鐘っていう名前にしました、これ。うん、まあそんなこともあります。で今年の1月7日にまた見えて、お前に頼みやる、でお前何でもいろんなことを知っててやるから、もう一回富良野に来て山でも川でもどこでも案内人つけるから行って俺の墓作ってくれ、僕今度倉本先生の墓作りに行きます。でそれも左官工事、これ東京中央郵便局ですね、はいはい、これも桜と組子の壁、はい、これひし形の組子です。どれも難しいです。今もこういうことできる職人はもうほとんどもう10年もしたら本当にいなくなる、はい、10年ないね。これ漆喰で作った花びらですけど3に散ってるっていうふうに、はい、あともう一つ僕あのやってるのは、建築はずっと長い間やってきて僕は思うのは、建築は風景なんだ、つまり風景ってのは国を表してるっていうふうに考えた時に、僕これ実はここからちょっと相当秘密で あれなんですけども、大正時代の洋館が高山にあって、僕これ実は20年かけて修復してます、一人で、僕のグループだけで2500坪の山林を自分たちで伐採して、究極の賢治の注文の多い料理店みたいな超職人贅沢ドキューピンピン仕上げたやつ、今20年やってます。でほぼ完成しつつあるんですけども、これ大正時代の和洋折衷の洋館です、はい、こんな風に漆の空間になった、はい、これ僕が解体する時です、はい、これみんなで寸法を測りながらどういう施工法がされてたか勉強しながら、はい、これマントルピースを吊り上げてるとこです、8400、はい、これ立ち回してるとこ全部自分たちで、はい、これ自分たちで石割ってるとこです、セリアを使って、はい、で自分たちで石組んでます、はい、できた石組みこれです、はい、これは漆の修復、はい、こういうふうに復活、はい、これも建具全部ボロボロです、漆だったけど、はい、こういうふうに復活、はい、これ樹齢100年の森です。ものすごい伸びてて今風が強くなってるんで、はい、これ今何やってるかというと、僕は木を幹から根元から切りたくないんで1000坪の盆栽化ってことやってます。ずーっと伸びた木をクレーンで自分のカゴで釣ってもらって、順番に数年かけて枝切って森を圧縮する、今 5メーター縮めることに成功してます、はい、こうやって自分は釣ってもらってね、はい、でこれが今内部です、はい、これも内部、今こんな風に仕上がってます、はい、これは寄せ木細工、このおじいさん去年知りました、神の上持ってて、はい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 、これ全部魚仕事です、はいはい、これ外観です、これ森です、はい、
今こうやってまあ不審道楽だね、建築職人不審道楽をやってる。でそのためには稼ぎもするけど、みんな給料払ってる職人に。いわゆる僕は旦那やってるんですよ、目的のない旦那20年間で、ちょっとでも失敗したらやり直し、そんでも給料払ってる、一番最低限なって言って、でそこに茅葺き職人が来て、だったら修平さん、俺も手弁当の気持ちでいいから、修平さんならではの茅葺きやってオリジナルでやりたいってことで、これその茅葺き職人がやってたオリジナル茅葺きです、これ。伝統の進化だね、今度これは銀箔職、まあちょっと戻ってもらおうか、はい、これはね、大正時代の本当の旦那さんに仕えてた左官職人の出立ちらしいですね。こうやって綺麗にして頭をセットしてやってたらしいです、はい、まあ合わんなっていうことで、はい、僕はトレーナーで行くと、はいはい、この2001年何もなかった時にやった松ぼっくりは、はい、今こういう風になってます。土に帰ろうとしてる、まあこういうのは風景なんじゃないか、はいはい、うん、そして今なんと山形の銀山温泉ってご存知ですか。新壁の木造の13軒が建築を競い合ってる大正ロマンの温泉宿だね。これがまたね、本当に建築を競い合ってるんですよ。今時珍しいくらい。あっちの旅館にももう一工夫こっち側ってこうものづくりをさせる13軒の旅館街があるんですけども、そのど真ん中の昭和館っていうところが僕に大正ロマンの和洋折衷のちょっとチャーミングな王道ではない食堂を作ってほしいと。それ全部漆喰のモールディングの和洋折衷の食堂をあんたにかけるって言って、このくらい金かかるなって言ったら借金してでも払うって言う旦那さんに、うん、一部屋で家一軒建つくらいだけども、それだけ金かける、僕らも手間かける、そこでそんなに利益出さないです、そういう仕事ね。で今僕この中にやる和洋折衷のレリーフ作ってます、粘土細工で一生懸命、はい、こういうとこですね、はい、これ山形スイカ有名でしょ、だからスイカの連結模様が、これ石膏で、焼き石膏で粘土細工しか抜いてます。あとブドウです、雪の結晶だけど、これだとあんまりないレリーフでいいんだけど、ちょっとチャーミングさに欠けるなってことで、これ春夏秋冬なんですよ。冬が雪で結晶で、雪のスイカは、スイカは夏で、ブドウは秋で、春に一番チャーミングを持ってこようと思って、今粘土細工したままで東京来たところなんですけども、はい、これ片栗の花とギターと蝶、これやろうと思う。春は歌なんだ、でギターっていうハイカラなんだと、大正のもので、こういうのをレリーフで帯で回そうとしてます、はい、もう一枚、もう一枚、まあ長々と話しましたけども、まあ一つ、まあ僕はいろんな建築家に助けてももらってもいるんだけど、やっぱりなんか日本が日本っていう職人の技能っていうか、素材の目っていうか、そういうものがあまりにもなくなってて、現場がないもんだからみんな廃業してってるんですよね。で今外国人労働者って言ってるでしょ、あれって作業員であって職人じゃないよね。ああいうのあったら切った打った貼ったになっちゃうわけ、作るなんてこともなくなっていく。だからまあもうほとんどもう遅いぐらいになってるんだけども、
職人の本当の技能を建築家とか設計の皆さんとかね、そういう人がいやいるんじゃないか、こうやってこうアレンジして、その千年の歴史を背景にして現代にやっぱり東京に持ってくる、でそれが地方を真似するってことに僕はなるんじゃないかなっていうふうに、まあ、いつも思うんで、やっぱりその歴史背景を進化させるっていうような形が僕は本当は非常に今の建築家とか日本はやってくれるといいんじゃないかと思うんですけど、例えばニューヨーク行った時に1900年代のマンハッタンにはブリックのビル建ってるんですよね。まあ地震がないとは、まあ、それ条件かも分かんないけども、バーッとブリック建ってるビル建ってる、すごい何十階のやつで、そこに朝の車高がブリックのビルの職人が一個一個積んだ外壁にバーッと当たると、ビルのブリックの起伏がブワーッと見えた時、こっから鳥肌立って脳天くるぐらいまでしびれるぐらいの空間の風景の感覚を覚えますよね。なんてざわめいた生きた街なんだ。そうするとね、ゴミまで綺麗に見える、ゴミと枯葉がブワーッと巻いて行ったのまで生きてるなって感じがして、まあアグレッシブってこういうことかって思うぐらい。だからこのまま行くと都市の歴史観はニューヨークが歴史ある都市で、日本がそうじゃなくなる。わずか300年ぐらいのアメリカに負けちゃうことになるんだよね。だから本当は内部空間にやっぱり職人技とか持って行ってくれるといいんじゃないかなと思うけども、間に合うのか間に合わないのかみたいな。それとあともう一つ、この間最後になりますけど、名古屋でなんか卒業、大学生の卒業設計制作の80プランの審査員になってくれとか言われて、まあ、東京の偉い建築家の先生の中に僕は入ってやったんだけども、やっぱり建築家の先生たちはプランを言うんだよね。プランの良し悪しとか、建築のなぜこうしたのかっていう、こう哲学的なことをこういっぱい聞いてるんだけども、僕は80人が80人に、この屋根なんで仕上げるの、この床なんで仕上げるつもり、ここの壁はどういう仕上がり、この木は何使うつもりって言うと、80人の子供たちが一人も答えられなかった。つまり仕上げって感覚ゼロだった。何を使うってことは全く頭ないの。スケルトンのプランがあるだけ、こういう構造体の。だからここの仕上げ何するつもりだけど、俺は思うんだけど、仕上げからプランを考えるといくらでもあるはずでしょみたいな。空間って空気なんだから、仕上げ悪かったらアウトのはずなのに、この屋根何するの、この20メートルの木どうやってやるのって言うと、いや分かんないって、まあ、80人が全員そうだった。一人もその素材について語った子供いなかったなと思った時に、あ、これまた終われたなと僕は思いましたね。まあそんなようなちょっと俺の暴言も多かったかもわかんないですけども、まあそういうことを考えながら左官をやってきたと。であとはまあ自分は自分の世界をやっぱりこれから自己完結だなと思ってやっぱりやっていきたいんで、あとまあ東京のいろんな、僕が今ここにあるのは NHK と東京が救ってくれた、もう日田じゃ全然仕事ないですから、今僕は本当に東京に救われてきた男なんで、こうやって講演は進んで受けたんですけども、ちょっと暴言あったらまあちょっと許してもらって、その一方ではそれほど救ってもらってきたんだよっていうことを、まあ本当に感謝の気持ちを心から持って今日講演したつもりなんで、こういうふうで終わらせていただきたいなと思います。